どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。今回はですね、スマホが子どもの脳に与える影響、こちらについてお話をしていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にいただいた相談内容からね、読んでいきたいと思います。中2の娘、半年前からスマホを1日5時間以上使う日があります。娘は勉強で使うだけと言っていますが、自室で勉強しているので、真意は分かりません。脳への影響や集中力低下について話しても、電子書籍ではなくスマホを3時間あ電子辞書ではなくスマホを3時間使いたいと言いますと、スマホは今で1時間 LINE は、ほとんどしません。テレビは今で1時間ですね。で、スマホは勉強のためでも脳の働きは低下しますか？スマホやテレビを合わせて何時間なら許容範囲ですか？ということですね。はい。まあ最近はね、テレビ見る子だいぶ減ってはきましたが、まあそれでもね、やっぱこの代わりにスマホに結構移行するしている子が多いですよね。うん。で、親としてはね、やっぱこんだけスマホをね、長時間使っていたら、たとえ勉強とはいえね、うん、なんかちょっと脳に影響があるんじゃないかなとか、こんなんで成績上がるのかなとかってね、結構気になるのではないでしょうか。うん。で、今回はこの実はね、スマホがどれだけ脳に悪影響を与えるのかっていうね、面白いデータとかね、その研究結果があるので、まず最初にね、それを紹介したいと思います。で、その上で、ただですよ、じゃそれを子供に伝えたら、子供勉強するかっていうと実はしないんですよね。だから今回この相談に隠されているこの本当の原因ですね、ここと解決ステップまでお話ししていきたいと思います。なのでぜひ今お子さんがね、なかなかスマホばかり見て勉強しないとか、あとスマホを使って勉強している、結果的に成績が上がらないとかね、そんな場合は今日の内容非常に参考になると思うので、ぜひ試してみてください。はい、じゃあ最初にね、研究結果から紹介させていただくと、こちらね、東北大学の川島隆太教授の研究なんですけど、どういう研究かというと、5歳から18歳の児童ですね、の生徒224人を対象に3年間脳の発達を MRI で調べたそうなんですね。で、その結果何が分かったか、まあいろいろ分かったんですが、今回のこのテーマに合う内容としてはね、主に3つ紹介しますと。1つ目が、勉強中に使うアプリの数が多ければ多いほど学力は低いってことが分かったんですね。まあ、例えば勉強中にね、まあ、いろんなね、なんか YouTube 見たりとか、それ以外にもね、なんか音楽聴きながらやったりとか、なんか学習に使うなんかタイマー系のね、アプリとかカレンダーのアプリとかいろいろありますよね。なんか辞書とかね。で、こういうのが増えれば増えるほど子供の学力がなんと低いということがね、これ分かっているんですね。で、2つ目が、勉強中に SNS を見る癖がつくと集中力低下につながるということです。まあ、まだね、この辞書とかだったら親としても許せるかもしれませんけど、ここで LINE 見ながら勉強しているとかになるとね、ちょっとね、親もね、いやいや、それ勉強してないじゃんって思うかもしれないですよね。うん。で、実際にそういう癖がつくと子供の集中力はどん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 下がっていってしまうそうです。まあ、これはこの脳のね、分野ではスイッチングというふうに言われているそうですね。で、最後3つ目が、スマホを長時間使用すると脳の、大海白質という部分と大脳白質というね、部分の発達に遅れが生じるそうです。つまりここから分かることは、もうスマホを長時間使用するともう脳に影響が出てるよってことがまあ分かりますよね。はい、これがまず最初に紹介する、研究結果となります。はい、で、じゃあこれを聞くとね、なんか、あ、良くないと、じゃあ子供にね、この話をすればね、勉強はやめるんじゃないかと思うわけですが、多分この話をしたところでお子さんは勉強中に、スマホをね、やめないと思います。うん。だからそこは根本的な原因じゃないんですね。これ知ってるからやるとか、知ってないからやらないっていうものではないんですよ。うん。じゃあどうすればいいかってところをね、ちょっとお話ししていきますね。はい。で、まずこれ、子供が親の言うことを聞くパターンと聞かないパターンに分かれるんですけど、もし子供がね、ちゃんと親の言うことを聞くんだったら、なんて言えばいいかっていうと、まあ、いきなりそのね、じゃあ
アプリ使ってはいけないって言っても多分使っちゃうので、じゃあ勉強中は一旦、スマホは機内モードにしておくか、もしくはもしどうしてもね触っちゃうんだったらリビングに置いて、部屋で勉強しようかみたいな話をしてあげればいいと思います。でただ子供はきっと反発してくるので、いやそんな私 LINE 返さないといけないとか、だったら、勉強がじゃあ終わった休憩時間に触ればいいんじゃないのって話をねしてあげてください。でちなみに余談なんですけど、これ以前ね川島先生の書籍をね僕も何度もねこう読ませていただいているんですけど、その中でねこう勉強が終わった後にスマホを触るとそれまでに勉強した部分の内容のこの記憶がね結構残らなくなる、全部残らないわけじゃないですけど残りにくくなるみたいな確か研究結果もねあったっていう風にね、書いていたと思うんですよ。ちょっとすみません、うろ覚えなのでね全部は細かく合ってるか分かんないんですけど、確実に影響があることは確かなんです。でなので理想を言うならですよ、勉強終わった後もスマホ触らない方がいいんですよ。ただこれ多分現実的に難しいと思うんですね、今の子供たちにとって。だから僕はここは許容してあげてもいいのかなと思いますね、これぐらいは。はい。であと、相談にね何分触っていいですかっていうふうに書かれてました。このテレビとねスマホを合わせて何時間だったら許していいですかみたいな、で、これ何時間って決まっているわけではなくて、まず最低限守らないといけないのが寝る30分前からは触らないってことと、生活リズムが崩れる時間までは触らないってこと、この2つだけは最低限守らせてください。なぜかというと寝る30分前から触ってしまうと、ブルーライトの影響でね寝つき睡眠の質が悪くなっちゃうんですよね。だから翌日眠くなるってことが起こるので、これは基本やめさせた方がいいと思います。であとは、生活リズムが崩れる時間っていうのは、例えば1時2時とかまで触っていたらさすがに次の日起きられなくなりますよね。だからこういうようなことが起こるとやっぱ良くないので、これはちゃんと守ってねってことは最低限たとえ子供が言うこと聞かなかったとしても一応伝えるだけはね伝えておいた方がいいと思います。はい。あ、じゃあ言うこと聞く場合はね、基本伝えられますけど、聞かなくても一応伝えておくってことですね。はい。じゃあ聞かない場合はどうすればいいかという話ですね。聞かない場合は、例えば今言ったみたいに、勉強中はね、機内モードにしようねとか、リビングに置いておこうねと言っても、はぁ、やだし、そんなのって言いますよね。じゃあどうすればいいかっていうと、これステップ、3段階にちょっと分かれます。まずステップ1が、良好な親子関係づくりですね。大抵、この子供がね、言うこと聞かない場合って、親子関係が崩れていることが、大体8割、9割ぐらいなんですよ。だから今お子さんとの関係が良くないんだったら、まずここをしっかり関係づくりから始めていくようにしてください。具体的にはね、子供が望むことを親ができるだけしてあげて、望まないことはあんまやりすぎないようにしていけば、基本的には関係は良くなっていきます。はい。であとステップ2は守れるルールを作るってことですね。例えば親がいきなり勉強中はスマホ禁止って言っても子供は守れないんですよ。これは親が一方的に決めちゃってるからですね。そうじゃなくて、子供とちゃんと話し合いをしながら、何時になったら どういうルールだったら守れるのってことを子供に聞いていくわけです。で、最初は子供がこれだったら守れそうっていう約束、これを守る練習からさせていかないと、いつまでたっても守れるようにならないので、ここはちゃんと子供主導で進めていくってことが大事ですね。で、最終的には動機づけをしてください。どういうことかっていうと、ここでね、じゃあルールを決めたから、じゃあ例えばじゃあ1日に3時間だったらね、スマホを3時間以内にするとかっていうルールが決まったとしましょうか。じゃあ残りの時間子供勉強するかっていうと別にしないんですよ、基本的にはね。そこで勉強させるためには動機づけが必要ってことですね。で、そうすると、例えばじゃあこれあくまでも例ですよ、5教科合計じゃあ10点上がったら何かこうもらえるみたいなルールを決めたとしましょうか。で、これ実際やってみて成績が10点上がらなかったら子供は悩みますよね。で、悩むとどうしようかな、俺このご褒美欲しかったのにってなって悩んだ時に、例えばやっぱ勉強中にねスマホの効率、スマホ見ながらあなたやっているよねと、でそれがやっぱ続いていると結局集中力が落ちて上がらなくなっちゃうよみたいな話をして、どうする、じゃあ勉強中だけはせめてちょっと機内モードにしてみるみたいな話をすると、子供も確かにそうだよねってなるわけです。だから一回悩ませてからやることで、初めて子供たちはね、じゃあちょっと変えていこうかなっていうふうに思いますので、ぜひこういう流れでねやっていただくといいかなと思います。はい。ということで今回はね、このスマホ、勉強中にスマホを使うとどうなるかっていう話とか、あとはスマホが子供の脳に与える、悪影響ですね、この辺についてね、いろいろお話をしたんですけど、大事なポイント、これもう一回復習すると何かというと、この影響がある、これを子供に伝えたところで、今言ったみたいに子供が
親の言うことを聞く状態じゃない、聞かない状態だったら意味はないということです。だからちゃんと聞く状態を日頃から作っておく。そのためには良好な横関係を作ると、この部分をきちんとやっておくことで初めて今回のこの話をね、子供も聞いてくれるようになりますので、まずはこのステップでねやっていくといいかなと思います。で、今回の相談者の場合はちょっとね、どっちの状況か分かんないですけど、まあおそらくこの結構ね、子供が親の言うことを聞く子って、まあ、割合としてはやっぱ少ないので、基本的には聞かないパターンの可能性も高いので、まあ、基本的にはこの3ステップでねやっていただくっていうのがベストかなと思います。